待ってました。このような格好は結婚式以来でございましてねえ、さっきトイレに行くのこれ難しいんですね私還暦祝いで今年1月60になりましたので、自分としてはですね、実は小説家になりたいというのは昔から思っておりましてですね、大学時代から実は思っておりましてね、ようやく60になって実現してると、まあ、感無量でございます。でこの本の出版にあたってですね、随分いろんな方々に、まあ、お骨折りいただいてご協力いただきまして、で、まあ、そのお一人がですね、川村市長でございまして、で川村市長のその母方のおじいさんがですね、実はこの登場してくるんです、ね、料亭花月と言いますけど、まあ、そういうこともありまして、以前からですね市長とお会いするとこうね、そういう昔の歴史の話ばっかりこう聞いてるという間柄でございます。で、まあ、去年の年末にですね原稿が出来上がりまして、でところで川村さんにお会いした時、ところであんた豊田さんに何か言ったのかいもんで、いやその僕接点ないからねって、なの急に出したら感じ悪いがねって言われて、わしが電話したるわよ、こう電話してね、あの川村隆本人だけでよって言って、で向こうも何人か変わってはぁとか言って、でそれで原稿をね送って、まあ、そのやり取りができて出版に至っとるんで、そういう意味ではね、もうあのね川村隆本人だけどよってあの電話があるかないかって随分えらい違ったんですよ。そういう意味では決定的なんで、ね、で、まあ、なんとかこうこれから目標として私は朝ドラにしたいと強烈に思っておりますんで、ね、でこの間もあの、市長 の紹介で NHK の総局長まで会いました、ね、市長だけどよ川村隆だけど総局長はござるきゃって言ってね、で今度はね半田市長に言おう、あござるきゃ言ってね、でその僕ぐるぐるそういう関係で回ってるわけです。まあそういうことで川村市長ですね、ここでちょっとあの挨拶を、はい、はいはい、どうぞ。前ですよ、秋田さんはまあ本来はどうぞ公務員の給料が高すぎるということで第一人者でございます。役人がみんな嫌っとる本人でございますまあだけど昔の名古屋ということでね、大変造形が深いですから、造形が深いがやっぱ好きだよだと思います。まあこの本で言うと今言ったこと本当で、まあ佐木さんはあの生まれは湖西市という浜名湖の横ですけど、で一旦半田の方へ来て、まあこれはこの辺出てますけど、それから店として第一号作ったのはあの今あのテレビ塔のすぐ横のコルゲン工和と見えます、うん、工和のあったところに伊藤商店だったかな、トヨタ代理店伊藤商店と伊藤商店を作りまして、まあ今でこそ世界一のトヨタですけど、まあ当時はやっぱり金がなかったことがあって、まあ工和さんが金貸して苦労したと。初めはあんまりこうあのいやいやい やあの豊田さんに本人に言いましょう、翔一郎さんにほんならいろいろこういう古いやつだとか、それからいろんな、うん、亡くなったとこも名古屋なんですよ、うんうん、豊田いうと三河みたいに見えますけど実は名古屋の人というか名古屋で活躍した人で、亡くなったのもこの間発見しました、ね、うん、千種区のですね水道のあれがあるでしょ、あれのすぐ東側の今ちょっと荒れ地というかなってますけど、立派な住宅街のとこで亡くなった。いやそれはあの豊田さん の自伝がありまして、うん、そこで終焉の地という写真があるんです。そこに、うん、あの表の入り口のところの写真があって石の段が写っとるんです、うん、これがで それそのまま今残っとってですね。でその味を庄司郎さんですから、いやまあようお前見つけたなあいもんね、いやいや言ってこういうの味好きだもんね、いやあそこに別荘があってよいってあのさっき庄司郎さんが言ってみたっていうこともあり、だからぜひこの名古屋のねあのまあ、うん、一番お得意なのは、まあ、江戸時代
よりちょっと後の明治の頃の産業を起こしてきたいろんな人の足跡の第一人者でございますので、まあ、ちょっと、尊敬していただいてで、まあ、うちの話はこのおふくろの、うちのおふくろのおふくろですね、おふくろのおふくろが今あの本町より一本西の朝日神社の向こうに一軒町通りという UFJ のある東側なんです。あそこで、まあ、花月という料理屋をやっとって、うん、おふくろの、まあ、妹兄弟ですけどやっとって、まあ親父は同じなんです。でそこへまあこの書いてあるところだね、うん、この佐吉さんと誰だったら服部さんか石川東八とか、うん、服部金三郎とか、なるほど、金三郎その講和の昔の親分、その辺が用意って、しょっちゅう酒飲んで遊んどったというのが実録で出てきまして、うん、まあうちのお母さんのそういう思い出の地ということになると、まあ女子とかね、まだまあいっぺん呼んでもらってなかなか確かに、まあ皆さんも、まあ、東京がクソみたいに威張ってますけど、まあ東京は消費地でございまして、今や日本で一番産業としてやっとるのはこれ名古屋です。税金上納率日本一ということで、皆さんの払っとる 70% の税金は実は名古屋で使ってないんで、東京に上納しとるんです。それが日本中に配られると。で第2位は川崎の62が3です。ものすごい差がある。まあその半分はトヨタ自動車ですので、まあこうやって暗記に、まあ、こうやってどうやら本丸御殿なんか作っておれるのも、やっぱり産業の力が強いというのは圧倒的にその理由ですからね、これ。その中のやっぱトヨタが半分と、うん、その創始者の佐吉さんということでございますが、まあ恩義尊敬者やからな、これね、あります。それを書かれた、ちょっとここで、はい、立派な人、ね、立派な人でございますから、ここでちょっとね、はい、こう一緒にツーショットを撮るんで、これで、あ、これでね、はい、これで、これがまたペンネームかね。そうです、北の王子金屋だね。ありがとうございます。どこがある、え、いろいろですか、いろいろ、あそこがカメラマンですからね。まあわしも最近やけくそでね、もう鳥縁のあれが鳥かぶとかしやんけどもとんでもねえもんだ、まあ本当にわやですわ、まあまったり、まあめちゃくちゃだよ、まあ。どうもありがとうございました。あ、市長、ここ、ここ空いてます。あ、ここかね。ね、はい、あとですね、いろいろな実は協力者の方が得られまして、で一人ずつね、ちょっとご紹介申し上げるんですけど、広浜先生というね、この表紙を書かれた方です。どうぞ。あ、どうぞ。いいですか。はい、はい、まあ北見さんのご尽力と強引さによって、まあ、表紙を書きまして、なん本そのものはもう本当にこの世界では日本で一番出版してます。言葉ももう2万個以上の言葉を世の中に発信しても、まあ、世の中はちっともね、いくら頑張られてもよくならないと、どうしたらいいんだろうということで、今小さな子供を命かけてあいつ、それがきっと日本を良くすることじゃないかということで、今幸田町というところでお金出してもらって、今保育園の日本一のものを作ろうと、モデルケースを作ろうと、幸田町の老人ホームの中に作っております。まあ、物書きが本職なんですが、ちょっとやってみようかなと思って、もう70になったんですけどね、あとちょっとだけ、まあ、この世の中にご報告してからということで、こんな機会をいただきましてありがとうございます。おめでとうございます。まだまだ、広浜和俊、ネットで広浜和俊ひらがなですけど、やるとね、いろいろ作品がざっと出てきますけど、まあほのぼのとしたね、感じのもう作品がいっぱいあって、で私 の北見式賃金研究所って、これ本業社名なんですけど、実は名付け親この人です。で私がまあ名刺をですね、平成6年の年末に北見賃金研究所って作ったんですよ。で先生に出したら、ここに式を入れろと、
あんたはそういう顔しとると言われて、で登記寸前なんだったんで、あそうですか言って、で急遽入れて今の社名があるんで、まあ、先生にもあの本を出すなら書いてもらいたいと思って、ね、まさにこういうようなね、もので、でもうだいぶ時間かかりますもんね。そうですね、はい、こう頼む側の私がどういうものを頼んだらいいのかこう定まらないもんで、写経の絵を描いてほしいんです、うちだけだったらこちらもえらい苦労しまくって、ね、でもうずっとね、もう何度も何度も行きまして、ようやくなってというね、もう随分 お骨入れていただきましてありがとうございました。ああ、とんでもないです。ね、まあちょっと写真だね、あります。ね、ありがとうございます。はい、どうも。そういうことで。ありがとうございます。で、あの仙石先生はこの書です、まさに。すごいでしょ。どうぞどうぞ。仙石翔光と申します。よろしくお願いいたします。先生に素晴らしいご縁をいただきまして、やらまいかのタイトルと先生のペンネームを書いていただくということが、これです。これです。夢のように実現してまいりました。ありがとうございました。本当に先生にいいご縁を頂戴いたします。実はあの本丸御殿、毎年こちら、3月にですね、椿展で私の屏風を飾っております。はい、で、そちらの方の開放が、実は椿という開放がですね、はい、実はあのこの、天井の中に本当に上の上の上の本当にとんがってる中の中のところに棟札木曽檜300年のですね、あの中津川の木で、書かせていただいております。ちょっと薄いピンクかかっておりまして、とってもいい香りがしてて、こちらからお預かりしたもの、まあ、ウズ様の、 あの棟梁様とも打ち合わせさせていただき、自宅の方で書かせていただきましたけども、9年ぐらい前からご縁を頂戴しております。で1期、3枚、2期が5枚、3期の方が4枚ということで計12枚書かせていただいています、うん、内容はこういうもの、1メートルありますの で厚みも35ミリある、うん、なかなかご立派な木でございます、うん、香りがとっても良いものでございまして、本当にこういうまたお部屋で先生の記念講演があるということで大変嬉しく思っております。ありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。あ、すいません、どうぞ。あります。ありがとうございました。ありがとうございました。小栗先生はあの半田のね、オッカーのそのまさに今日の話のね、その舞台の隣にいらっしゃる、ね、で私の豊田佐吉研究はもうこの方が先生で、ここからほぼ教えられていると、そういう関係になります。でよろしくお願いします。はい、あの半田市オッカーというところから来ました。それで豊田佐吉が初めて作った工場がオッカー綿布合資会社といいます。そういう名前のところで、まあ、極端に言いますとトヨタ自動車の最初の工場は私の家の隣にある、うんうんうん、そういうような立地であります。で昨日も湖西市から20人の方がちょっと勉強に見えて、あのその後、見学して行かれましたので、私もちょっと説明をさせていただきました。2週間ばか前はトヨタの内山田会長さんがお見えになったので、ちょっとだけ説明をさせていただきました。またちょっと名古屋からすると田舎ですけど、あの半田市奥川というところに見えましたら私が説明をしますので、北見先生にはね非常に驚かされた。ドーンとこのぐらいの厚さの原稿が私のところにドーッと届きまして、これなんかちょっと見てくれということで2回ばかり届きました。それでなんとかあの私なりの意見をあの添えて、あのこんな立派な本になるってなって、私としては大変喜んでおります。本当にありがとうございます。
本の中で石川東八っていう人がね出てきて半田目を話しますけど、このね先生の添削指導によりますね。あります。ちょっとここであります。ありがとうございます。どうもありがとうございます。山高先生は稲沢高校の造園科の元教諭でね、で私とは名古屋城の庭を歩く仲間です。仲間というかこちらが先生 で、ね、でこちらが桜の、ね、先生がいて、こう3人でこう名古屋城の庭を歩きながらね、おいまた枯れて待っとるかやと、誰がやっとるんだって嘆きまくり、ねね、でそれでこの小説の中で結構季節が出てきますよ ね。例えば綿の花が何月に咲いてどうのこうのとか、あんなことは私は各自しないですよ。全部こちらから来てるわけです。はい、はい、いや実はね、私がこんな先に呼ばれたって思いもよらない。実はこのやる前からのこの本に出てまいります。例えば名古屋城で桜が咲いてた、この桜はソメイヨシノがこの時期に咲いとったかどうかだとか、あるいはネモフィーラという花が咲いて、この花は一体どこでいつ入ってるか、そういうようなことを少し、まあ補足と言いますか、添削させていただきます。で、いきなり私のことで言っちゃう、こういう補足がどんと来ました。北見さんは小説を書かれてるいうことは全く知らない。世の中狭いようで広いな。こんなふうに思います。一番は半田に彼岸花の名所がございます。本当にこの名所を名古屋の人たち、愛知県下の人たちが知ってるのかなと、こんなことを約10キロ言うと大げさですけども、3キロのにわたって彼岸花が多分ずつびを取ってで、まあ、一言だけ名古屋城、この前ちょっとね新潟の方の庭園街道というところを回ってきました。足が悪くてちょっと歩けんです。名古屋の二の丸庭園がもっと充実されて金沢の兼六園並みにならんかな、これが私の夢です。以上。ありがとうございます。ありがとうございます。本当の四五年のお付き合いですけども、よろしくお願いします。私はもう本当の平野こと学校で教員を やったんだけど、ありがとうございます。あとは。急に本人に呼び出して恐縮なんですけど、ある女が出てきますけど、通訳なるちょっと怖い女が、出身は富山なんです。ということでね、元先生っていう人がね、この人が富山なんで、あの富山弁は急にね、当ててごめんなさいね。この元井さんっていうのは私の本なんかのお手伝いをねよくやってくださる、こうプロ編集プロダクションなんでね、で
富山弁の添削をしてくれ言ったらね、こう悪い女なんで、なんで富山なんですかと僕に聞くんで、まあどこでもいいけど山形でもどこでもよかったんですけどって言ってね、こだわってみましたけど、まあね、突然会っててすいませんでした。あの今回出版おめでとうございます。 ありました。あの今言われましたけれども、原稿を、まあ、こういうふうに見せていただいて、でなんでつや子が富山なのかと最初に申し上げましたら、まあ、知らなかったんですけれども、あのきちんとした正解はいただいてないんですが、なぜあの、まあ、雪深いところから来たというだけなんで、まあ、あっちらへんというだけがたまたま富山だっただけです。まあ、ちょっと綺麗な方だっていうのもいいかなと、まあ、まあまあですか、根性は悪いですけどね。ということで、またちょっと突然あのここに上がらせていただきまして、ね、よろしくです。ありがとうございます、ね、ありました、はい、どうもありがとうございます。ありました、ありました。いや本当にいいですよ。ん、え、ちょっと、はい、はい、ありがとうございます。 あと突然で恐縮ですけど、たまたまいらっしゃいましたんで、講談師のリンリーさんが見えるんで、なんなんだね。あの私これからね、このリンリーさんの講談師の指導を受けようと、まだあのお願いしてませんが、お願いしようと思って、ね、この話し方教師のこの人からね、こう特訓を受けたいと思っておりますんで、はい、あので要は小説やらないか豊田佐吉伝のね、こうね、講談版もこの人に何とかやってほしいなと。この人まだうんと言ってませんけどもね、はい、よろしくお願いします。あ、じゃあその時はあのランランをあげますってランランカ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 ンです。なるほど、よろしくお願いします。すみません、ね、おめでとうございます。あ、あとはあの今日いらしてない方だと、まあ、今日ぎっくり腰で見えなかったんだけど、古才に、島さんという方がいて、で、このやらまいか、この言葉とか、あ、おとっちゃとかおっかちゃんとかいう言葉は、あれはこう最初標準語で全部あれ書かれてるんです、ね、で名古屋弁は伊藤宗太郎先生っていうね、松坂屋の別家衆のね、こう上町言葉のとこの名古屋の人がですね、こう正統派名古屋弁をこう自負してらっしゃる方が添削して、これは服部金三郎の名古屋弁なんですよ。で、ね、半田弁は石川十八さんをね、小栗先生が書いてもらって、ところがね、肝心要の先付け標準語なんですよ。調子くるんですよ、これで。で、古才図書館に電話しまして、なんとかなりませんかね、言ったら、いい人が悪いって言ってくるんですよ。ね、普通ね、本を紹介する人はことあってもね、人を紹介する図書館ないでしょ。ね、2回電話したらね、もう相手に電話してあるからって言います。どういうことかいうとね、その老人ホームを慰問で回ってる、まあ、70代の男性の方がいて、でその人が老人ホームに入居してるおばあちゃんたちの古才弁をせっせっせっせとこうね書いてまとめてる小冊子があるんですわ、古才弁のね。ね、でそれは本っていうほど小冊子なんだけど、古才図書館はそれすごく貴重本として扱ってて大事にしてあるんですわ、ね、でそれで浜松弁ともちょっと違うらしいんだわ。浜松弁の添削はできる人いるらしいんだ、古才弁ってもう難しいらしいんだわ、復元が、ね、でその人に挨拶にお願いに行ったわけですよ。お願いに行ってね、でそしたら、ああいいですよって言って、その時原稿持ってかなかった。何だか言うとね、原稿見たら引くと思ってそれは引きますよね。だってね、500枚束じゃないですか、これ。これ2つあるの、これ両面だからね、これ頼むって言ったらって引くに決まっとるから、まあお願いしていいですかって言って、こう後で送って電話かけたら、ああやっぱり無理なんだねって言ったら、ああやりますって言うもんで、って言って、それでおっかちゃんとかおっとちゃんとか、ああいう兄ちゃんとかね、
先っちゃとかこういう古才弁が登場するわけですよ。でこれすごくね決定的なんですよ、この3人のやり取りだから。でそういう志麻さんっていう人が今日、まあ、来る予定だったぎっくり腰いなくなって、であとはまあその名古屋弁については伊藤宗太郎先生というね、この人はまあ今80いくつですかね、でこの間お会いしましたけど、言ってくれましたわ、どんだけでも協力するでよ、言ってちょうと、ね、わしのキャラター名古屋弁は絶対だと、間違っとるやつがおったらわしに言ってちょうとって言われましたですね。でその自信を持って名古屋弁を書くことができたと、まあそういうね、その応援団に恵まれたことがねすごく決定的なことでしたね。で本としてはこのように